始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバ工場のアンドゥです。今回も面白そうなゲームを見つけたので遊んでいきたいと思います。それはこちら、やばい隠し事っていうゲームですね。早速遊んでいきましょう。私が名探偵シャーロック・ホームズになって、こいつらの隠し事暴いていきたいと思います。さあ、なるほどね。この虫眼鏡を操ってやばいところを探すってわけだ。なるほどね。でも怪しいのはこの左手、このセクハラ一歩手前の左手。うわ、なんかいやらしくない？このさ、親指と人差し指出しだけでしかちょっと触らないこの感じ。なんかリアルビアってキモいわ、これ。めちゃくちゃキモいわ。クール水着を着た少女を前に浴場している。どうやらこの先生はロリコン教師だったようだ。はい。一線超えましたね、これ。超えてはいけない線を超えてしまいました。来た。隠し事は何だって？うわ、なんか、娘の顔が怪しいみたいな話。ちょっと怪しんでるね、このお父さん。この娘本当に俺とお前の子供なのかみたいな。なんか今動いたな。メイクアップ大変身じゃん。これが噂の真実の目。まさかの女の子はいつでも可愛くなれるってこういうことだ。似てない子供の顔から夫に浮気を疑われた妻だったわ。実は妻が夫に隠してきたのは整形だった。あ、なるほどね。来た。隠し事は何だって。拳銃を持った逃亡犯。え、わかった。この腕だ、間違いない。え。お前なんでそんな堂々と立てる。はい、私でしたみたいな。お前たちわかる、私の右手にあるのが拳銃よみたいなドヤ顔してるけど、お前そんなドヤ顔でいけるか。しかもなんで病院に立てこもったんだ。なぜ病院。覚えのない女性に声掛けした看護師は拳銃を向けられた恐怖に引きずる。解決まで18時間に及ぶ整形外科立てこもり事件の始まりだったって。きつ。18時間、えぐ。あ、隠し事は何だって。 You win。 あ、見て、これテストでしょ。あ、すごい、ゲーム画面も変わってる。 You lose になってる。ごまかしきれなくて敗北してしまったってことね。ゲームのやりすぎで寝不足だったたかしはテストに名前を書き忘れてしまい0点を取ってしまったのだ。かわいいミスだ。なるほどね。そこまで頭が回らなかったと。なるほど。なんかいますよね、先に名前を書いてやるタイプと問題を全部解いてから名前を書くタイプ。皆さんこれどちらでした？僕は名前を先に書いてからやるタイプでしたね。理由はこういうのを防ぐため。さあ来ました。隠し事は何だって。あ、なんかあれじゃない、この男の人のさ、あれでしょ、両親に俺の妻になる女の子を連れてきたよみたいな。名前はみのりって言うんだ、可愛いだろ、特にこの喉に巻いてるスカーフがおしゃれでね。え、なにこれ。正解。キスマーク。お前チュッチュチュッチュやりまくったってことこれ。息子の彼女がスカーフを外すと首には息子がつけたであろうキスマークがいっぱいだった。親父怒りをこらえてる。グッと男の怒りをこの拳の中に今抑え込もうとしてる。これが父親の一番かっこいい姿なのかもしれない。息子の過ちをグッとこらえる父親ね、かっこいいわ。さあ来ました。隠し事は何だって。あ、高校生カップルじゃない、登下校。見てほら、カバンを2つ男の子の自転車の中に入れてなんか荷物持ってあげるよみたいな、そういうノリでしょ。やるねー、色だ。え、何これ、全ては妄想でしたみたいな話。え、そういうこと、全ては夢の中の夢、現実の夢、どっちこれ。今日も荷物ありがとう、また明日ね。彼女の後ろ姿を見送ってしばらく立ち尽くす。彼は今日も渡せなかったラブレターを見てため息を吐いた。エモー。え、何これ、ただのエモい男子高校生の恋愛なんだけど。おいおい、やめてくれよ。なんかあれからとか思っちゃったじゃん。なんか昔付き合ってた彼女が不運な事故で死んでしまって、なんかその怨念というか亡霊を今でもここで見てるんだみたいな、で胸にはラブレターみたいな、そういう展開かと思ったら単純にエモいだけでした。よかった。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。
また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。